本校では海上自衛隊が配備している C4i システムについて述べる。自衛隊の C4i システムは指揮統制に使用される指揮システムと補給、人事など広報支援に使用される業務系システムの2つの系統がある。指揮システムの内海上自衛隊の各海底で運用されるものでは戦略海底で運用される海爆システム、作戦海底で運用される 海上作戦部隊式管制支援システム、戦術海底で運用される各種、戦術情報処理装置や戦術データリンクがある。海上作戦センターがある、自衛艦隊司令部方面部隊センターの一つがある、横須賀地方隊対戦水艦船作戦センターの一つがある、鹿野谷航空基地、有明。ノラ -1 のアンテナは、レドームに収容され、環境両脇に設置されている。 ヒューガ、上部構造物前方にノラマイナス7、後部煙突前面にノークマイナス 1C、側面にノークマイナス1のレドームが設置されている。海上自衛隊は、戦術級 C4Y システムを先行して導入する一方で、艦隊の指揮、統制に重点を置いた、作戦級システムの研究を進めていた。ここで構想された CCS は、 意思決定支援システムとしての要素が強く、情報の記憶、整理と情勢認識の支援を担当して、自衛艦隊司令部での部隊指揮を効率化するためのものであり、その名の通りに C4I システムというよりは C2 システムで、コンピュータや通信、情報といった概念は含まれていなかった。この CCS はアメリカ海軍の艦隊指揮支援センターを参考にして、 自衛艦隊式支援システムとして開発され、1972年より建設開始、1975年より運用を開始した。この SF システムは、作戦推移の迅速化、情報量の増大及び処理の複雑化に対処し、自衛艦隊司令官及びその他の主要作戦部隊指揮官が必要とする信頼性のある情報をタイムリーに収集、処理、配布して、 作戦式や業務の効率的な計画と実施を可能にすることであると説明されていた。この SF システムの後継として1999年により運用が始まったのが海上作戦部隊式完成支援システムである。MOF システムはダウンサイジングとオープンシステム、分際構造を採用しており各海底の部隊式間の間で 共通作戦状況図を作成することを最大の目的としている。COP とは地形、気象、生打ちなど戦闘空間の状況とともに、そこに存在するすべての勢力についての位置、兵力、状況、意図、脆弱点、戦闘力の要衝を表示したものであり、大熊康行は C4Y 全体の中で、 COP の重要性は最上位であると述べている。また M&S による意思決定支援機能等も拡充されている。MOF システムの中核となるのが横須賀基地の自衛艦隊司令部内に設置された海上作戦センターであり、その他の拠点として方面部隊センターが各地方隊に設置されている。また特に洋上航空作戦を統括するものとして、 海上作戦センターの直轄下,下に海上航空作戦センターが設置されており、その例下には対潜水艦船作戦センターがある。アスウォークは P-3C 哨戒機が配備された航空基地に設置されており、八戸航空基地、厚木航空基地、鹿屋航空基地、那覇航空基地の4カ所に所在する。なお、 海上作戦センターは2020年10月1日から自衛艦隊司令部をはじめ、励化部隊の護衛艦隊、潜水艦隊、総海隊軍、海洋業務、対戦支援軍、艦隊情報軍の司令部が集約された新庁舎を指す名称になるが、これ以前の自衛艦隊司令部内の指揮施設を指す名称が変更された田舎は不明である。P-1 機が配備された基地には、 海上航空作戦式統制システムが装備されつつある。MAX はアスウォークと同様の機能を有するシステムで過半化し機材を分解して哨戒機数機で給油した後外国の飛行場などに設置して運用することで作戦基盤のない海外に展開する哨戒機部隊に対して運用、式、統制、戦術支援を効果的に実施することも可能である。 このように MOF システムは情報処理システム、意思決定支援システムとしての要素が強いが各級部隊指揮官を連絡するための通信システムとしての機能も含有している。また各官邸に専用端末として1区 -31 一式官製支援ターミナルが配備されたことにより陸上の各指揮官が現場の官邸と連接することができるようになっている。 これらは、現代アメリカ海軍で言えば、GCCSM、あるいはかつての JOTS の機能を有するものである。さらに、2009年に収益したヒューガでは、ビデオ会議やチャット機能を導入するなど性能を強化した1区 -51 洋上ターミナルが採用され、完全体で30台以上が搭載された。また、アメリカ海軍との共同作戦を考慮して、 GCCSM も搭載されている。なお、MOF システムは2002年から2006年にかけて再構築が行われており、これに応じて名称も海上作戦部隊式統制支援システムに変更された。その後、平成26年度末に海上自衛隊式統制共通基盤システムに発展しており、各艦の端末としては洋上ターミナルが廃される。 これは、海上自衛隊のみならず、他自衛隊や海上保安庁などの各種情報を、ネットワークを介して、統合、共有する機能を備えている。海上自衛隊では、1990年により、衛星用上データ通信を艦隊配備した。これは、スパーバード B に通信衛星を使用して、使用周波数は X バンド、通信速度は数十キロビット毎秒とされている。 環状の衛星通信空中戦装置としては、ノラ -1 が採用され、朝霧型後期立て造艦より搭載されたほか、それ以前に建造をされた護衛艦にも順次バックフィットされた。この衛星通信機能は2000年より MOF システムとも連接された。また、大容量データ通信へのニーズの激増に対処するため空バンドを使用する。 衛星通信空中戦装置として、ノークマイナス1も順次に導入されつつある。ただし空バンドは、X バンドよりも、通信帯域を大容量化しやすい一方で、天候に左右されやすいという欠点があり、国間的通信回線としては信頼性に欠けるとも、指摘されている。このこともあり、ヒューガ型では、スパーバード、D 衛星を利用した。 X バンドの高速大容量通信に対応する衛星通信空中線装置としてノラマイナス7が導入された。なお防衛省ではスパーバード b に、d c に衛星の設定運用寿命の到達に伴い X バンド防衛通信衛星の運用を2017年度から開始する。X バンド防衛通信衛星は防衛省が PFI 方式で独自に保有。 運用する衛星で2017年に2号機が打ち上げられ2018年に1号機が2021年に3号機が打ち上げられる予定である。これにより従前より飛躍的に高速、大容量でのデータ伝送が可能となる。これらの自衛隊専用衛星通信のほか民間のインマルサット衛星通信用の衛星通信装置として NORC-4 も各艦に搭載されており、また、アメリカ軍の衛星通信システムに参加するための台米通信装置として、一部艦には、ANWSC-3 や USC-42 ミニ玉が搭載されている。海上自衛隊の戦術級 C4I システムは、アメリカ海軍の海軍戦術情報システムに準拠したものとなっており、 戦術情報処理装置とこれらを結ぶ戦術データリンクによって構成されている。戦術情報処理装置は各艦の戦闘の統制を目的とした情報処理システムで、戦術データリンクはこれら各艦の戦術情報処理装置を連接するためのネットワークシステムである。戦術情報処理装置としてはイージス艦ではイージスシステムがその他の護衛艦では 1区シリーズが搭載されており、各艦の戦闘指揮所に設置されている。戦術情報処理装置は、概ね NTDS に準拠して開発されており、1区 -1 から1区 -4 までは、NTDS の開発を行った、アメリカのユニバク社によって開発されているほか、初の国産となった1区 -5 の開発についても、同社の協力を得ている。当初は、 武器管制機能を持つものを TDS、持たないものを TDPS と称していたが、武器管制機能が一般化した現在では CDS と総称されるようになっている。戦術データリンクとしては、当初はリンク11が使用されていたが、1990年代後半より、順次新型のリンク16への移行が始まっている。また、初雪型のように、 戦術情報処理装置の能力が低かったり、あるいは搭載していない艦に、作戦情報を伝達するためのリンク14も使用されている。また、当初は搭載する戦術データリンクの種類によって、NTDS 艦と非 NTDS 艦に区別されていたが、現在ではミサイル艇を含めて、心臓艦艇のすべてがリンク11を装備していることから、 この種の区別はほぼ消滅している。また FCS-1 搭載艦には目標情報の管理を目的としたアナログコンピュータシステムとして TDS-1 が搭載された。これはアメリカの武器管制システムと同様の機能を有するものであった。海上自衛隊の戦術級 C4i システムの開発は1960年代より着手され、 武器管制機能及び戦術データリンクのいずれも持たないニアマイナス -1 を端緒として武器管制機能を備えた1区 -1 に戦術データリンクを備えた1区 -3 が順次に実用化された。ニアマイナス -1 海上自衛隊が最初に導入した戦術情報処理装置はアメリカ合衆国のリング手向こボート社がアメリカ沿岸警備隊向けのタクナブシステムとして開発したもので 海上自衛隊でのシステム区分は2やマイナス1とされて昭和45年度の高月の第1回特別修理の際に搭載された。これは基本的には従来の CIC にあった対空作図板及び水上作図板を代替する状況表示装置であった。しかし、もともと用に設計され CIC オペレーションの合理化、能率化を主目的としたもので、 海上自衛隊の求めるものとは異なっており、またスクリーン上のシンボルを個々に動かすのではなく、スクリーン全体の情報を一気に更新しなければならないなどの制約もあった。このこともあり、当初は高槻に続いて同警艦、菊付けの搭載も予定されていたものの、これは行われず、アメリカ海軍の海軍戦術情報システムをベースとしたックシリーズへと移行していくことになった。 1>, 1区 -1、2、高月から8年後、海上自衛隊の次世代ミサイル護衛艦として計画された立ち、風型は主な武器システムとして、ターター D システムを搭載することとされた。これは、従来のターターシステムをもとに、海軍戦術情報システムとのシステム統合を重視して開発された改良型であり、従って立ち風型護衛艦においても、 海軍戦術情報システムに準じた戦術情報処理装置が搭載されることとなった。一番艦には米油二爆車により開発された1区 -1 ウェスが、二番艦にはその紹介性型である1区 -2 が搭載された。おおむね2ア -1 を中核として、これに武器完成機能を統合したものとなっている。システム構成はアメリカ海軍のチャールズ F ・アダムズ級、 ミサイル駆逐艦の一部が後日装備した JPTDS に準じたものとされた。これらは戦術データリンクこそ備えていなかったが、戦術情報処理と武器管制を一元的に統合し、艦の戦闘システムの中核となっている。なお、当初はコンピュータは旧式の案、ユスック -20B で戦術データリンクにも対応していなかったが、 1989年から1990年にかけてイマナス -4 に順じてアップグレード改修されている。イマナス -3 一方、白根型のヘリコプター護衛艦向けに開発されたイマナス -3 は対戦戦闘に重きを置いていた点で、先行のックシリーズとは異なっており、部隊対戦戦式支援機能が組み込まれている。また、 アメリカ政府の輸出制限が解除されたことにより、海上自衛隊では初めて、戦術データリンクとして、リンク11の運用に対応した。ただし武器完成機能とは連接されておらず、砲システムと炭サムシステムは、国産の t d s に目標指示装置による武器完成を受けている。その後、1 9九十年代後半に入って、機器の老朽化と性能の陳腐化を受けて、 近代化改修が計画された。これは、電子計算機を新世代の案、9-44に更新するとともに、TDS の機能を TDPS に統合、アスワズと TDPS を連接するものであり、これに伴い名称も1区 -3、TDPS から1区 -3BCDS に変更された。 知らねは1997年12月から1998年4月にかけて、また、クラマは1999年3月から8月にかけて回収を受けた。ただし、知らねの1区 -3B は2007年12月の火災事故で全損したため、退役予定であった、春名搭載の1区 -6 から2を移植して搭載している。 ポスト4次防機から1979年度より収益を開始した第2世代のイックシリーズにおいては、コンピュータを高性能なアン、クマイナス7アン、クマイナス2 0に更新しており、これによって、戦術データリンク機能及び武器完成機能の双方との連接を実現した。また国産によって、ハム用後絵館向けのイイックマイナス -5、さらにイイックマイナス -6、7が開発された。 これらは日本が新しく開発した射撃式装置である FCS-2 との連接に対応した。1区 -4 立ち風型の3番艦、沢風、およびこれに続く旗風型2隻の計3隻が搭載する1区 -4 はフル、CDS と呼称され JPTDS にほぼ匹敵するものであった。アン、?9-7、7アン。 1マイナス -20 を各1機備えており、対空センサーの情報はすべてコンピュータに入力され、ソナーのデータのみ、水中攻撃式装置に直接入力されていた。また1区 -3 と同様にリンク11、14を備えており、これにより1区 -4 は海上自衛隊で初めて、 DDG としての武器完成機能と戦術データリンクによる部隊戦術情報処理機能を合わせ持つ本格的コンバットシステムとなった。はた、風型の1区 -4 から1では電子計算機としては、アン、ク -72 機、TDS コンソールとしては、大型のアン、ウヤ -41 機及び、標準のアン、ウヤ -49 機が配された。1区 -5、 初雪型向けの1区 -5 は、海上自衛隊のワークホースたる汎用護衛艦に、戦術情報処理装置を搭載したという点で、極めてエポックメイキングな機種であった。スペース的な制約から、1機の区 -20 のみを使用しており、これと4機、または5機のウヤマイナス4ワークステーションを組み合わせていた。さらに、データリンクとしては、 処理能力やコストの面からリンク11の搭載を断念し、本来はテレタイプ端末での受信用であるリンク14を通じて受信した情報を入力するという変則的な方式を採用している。なお1区 -5 は初雪型のほか、フラム回収を受けた高月型にも搭載された。1区 -6、7、サギリ型は様々な面で、 初雪型の強化型であるが、戦術情報処理装置についても同様であった。58DD で搭載された1区 -6 は、初雪型の1区 -5 をもとに、リンク11送受信機能の負荷や対空レーダーとの連接などの改良を加えたものとなっており、フルデストロイヤー CDS とも称される。その後、同型の最終巻において、 1>, 1区 -101 対戦情報処理装置の搭載に伴い、これとの連接に対応した1区 -7 に発展した。これは後に、朝霧型の多艦にもバックフィットされたほか、フラム回収に伴い、ヒエイにも搭載された。海上自衛隊は、新世代のミサイル護衛艦の搭載システムとして、イージュスシステムを選定したが、その戦術情報処理装置はアメリカより完成品を、 輸入する形となった。また、汎用護衛艦向けの1区 -9 においても、イージスシステムに反を取って設計が、抜本的に見直されている。1区 -8 小型のミサイル艇に搭載される1区 -8 シリーズでは、小型コンピュータのみが使用されている。ミサイル艇1号型で搭載された1区 -8 では、1区 -5 から7と同様に1区 -20 が、採用された。 続く、はやぶさ型ミサイル艇で搭載された1区 -8B 及び改良型の1区 -8C では、区 -44 に更新された。これらの1区 -8 はいずれもリンク 11A の接続能力を備えている。1区 -9、初雪型、朝霧型は、搭載する1区 -5 から7、戦術情報処理装置を含めて、技術的には共通点が多かったが、 全く新設計の汎用護衛艦である紫型の1区 -9 では混合型搭載のイージスシステムに範を取ったシステム構成となっており全部規システムとのデジタル連接化が実現したハードウェア的にも区 -7 の後継として区 -43 区 -20 の後継として区 -44 が採用されさらにワークステーションも多い -663 マイナス21に更新されたまた戦闘式書には、イージュスディスプレイシステムに類似した、大画面液晶ディスプレイ2面構成の情報表示プロジェクターが設置され、戦術情報の表示を効率化している。さらに、高波型4番艦搭載の1ス -9、D 型では、SSDS やイージュスシステムのベースライン7と、同じく、アン、9-70による、 分散処理が導入され、5番関東祭の1区 -9E 型では、リンク16に対応した。日本国産第一世代の1区 -5 においては、レーダー情報の入力と射撃式装置への出力の両方が主導であり、これが応答時間の短縮において制約となっていたほか、対戦線機能との連接も全くなされていなかった。以後、順次に改良、強化が重ねられ、 1>, 1区マイナス6で、対空レーダーとの連接、1区マイナス7で、対戦情報処理装置との連接、そして1区マイナス9で、全部機システムとのデジタル連接化が実現した。しかし1区マイナス9においても、戦術状況の判断なども多くオペレーターに依存しており、同時多目標対処能力も制限された。これを改善するために開発されたのが、 新戦闘式システムアッコズを中核として、スワンによって各戦闘システムを連接した新戦術情報処理装置アテックスである。アテックスを構成するのは以下のシステムである。アッコズは1区 -10 として正式化され、ヒューガ型護衛艦に搭載された。1区 -10 の特徴は、オペレーターの判断支援及び操作支援のため、予想される戦術状況に対応して、 イフ、全ルールを用いて形式化されたデータベースに基づくドクトリン完成を採用している点にある。これによってイ区 -10 はエキスパートシステムとなり、オペレーターの関与は必要最小限に抑えられ、意思決定は飛躍的に迅速化される。アッコズを含めアテックスは全体にコッツ化されており、総合的に開発が行われている。これによって対空、 対,水上対戦の各戦闘機能が高度に統合され、戦闘能力は飛躍的に向上した。また、気づき型でも同様に、アテックスの系譜に属する1区 -11 が採用されているが、巨大防御システムなど、サブシステムが多くなっている。対戦戦闘は人力に頼る部分が大きく、自動化が困難であることから、ソナーで目標を探知してから、 戦術状況を判断し、水中攻撃式装置の完成によって、実際に攻撃が行われるまでの流れの大部分が、オペレーターによって行われていた。その後、乾燥日のレーダーなどの情報は、戦術情報処理装置を経由して、水中攻撃完成装置に入力されるようになったが、情報処理は依然として人力への依存が大きかった。1980年代、 HSS-2B 紹介ヘリコプターのその部位、股間装備の英語式、パッシブソナーが相次いで艦隊配備されたことから、対戦戦のパッシブオペレーション化が施行され、処理するべき情報が飛躍的に増大したことから、このような対戦戦闘を自動化する試みが開始された。まず艦隊装備のソナーとタクタス、その部位の入力を統合するための アスワズが国内開発され、1991年収益の朝霧型の最終巻で装備化された。これにより、艦のソナー、ヘリ装備のソナーの目標探知状況、識別結果、攻撃状況、探知を失った場合の目標推定位置などを統合処理、完成できるようになった。その後、平成2年度から平成6年度にかけて、他の汎用護衛艦や春名型、 知らんで型の各護衛艦、二2 3隻にバックフィットされた。ただしこれらの後日装備艦では、SDPS と連接していないという点が、61DD の構成と異なっていた。一方これと前後して、技術研究本部第5研究所では、昭和53年度から57年度にかけて、アクティブソナー目標類別装置の研究を行うなどの要素研究が重ねられていた。 これを踏まえてソナーそのものに情報融合機能を持たせてアクティブソナーやタクタスなど複数のソナーを統合して海洋条件及び用途に応じた信号処理を行うことで運用の適正化を可能とするソナーシステムとして OXX の開発が着手された OXX は昭和59年度から昭和61年度にかけて試作 昭和61年度から62年度にかけて技術試験が行われ、昭和63年度から平成元年度にかけて特務官、秋月に搭載されての実用試験が行われた。最終的に実用化はされなかったものの、信号処理、類別技術や信号処理の共通化技術等は、OX-100 に及び OX-5 ソナーに採用されたとされている。 そしてオックス x の技術を生かして開発されたオッマイ1 0 0にソナーを搭載した混合型護衛艦においては、米国の案 SQ9-89 の構成に反をとって、よりシステム統合を進展させた1区 -100 にアスワックスが装備された。水中攻撃式装置の機能を包括しており、イージュスシステムの C&D システム及び VLS と連接するとともに、 A 工具4型 B の完成機能も付与された。なお1番艦では HSS-2B を完成の対象としたが、2番艦以降では SH-60J に変更され、1区1 0 2 b となった。反用模型管においても、平成3年度計画より建造に着手した村、サメ型では、 同様にオックス x を踏まえて開発されたオッナス5ソナーを搭載するとともに、1区 -102 の経験を生かした1区 -103、10アスワックスが装備された。これらは、イナス -9CDS と連接されるとともに、ソナーなどと連接されている。また、キリサメからは、A 工具4型の完成機能が追加されて、1区 -103B、そして、イカズチからは、 SDPS の2コンソール化やセンサ待ち受け、周波数指示機能の追加及び、一極限機能の改善が加えられて、1区 -103C となった。そして発展型の高波型では、ベラとタンサムの発射競合を避けるための完成機能が、付加されて、1区 -13D となった。その後、平成16年度計画より建造に着手したヒューガ型において、 アンの戦術情報システムが分散システム化されたアテックスとなったのに伴い、対戦情報処理装置も、米国のアン、S99-8915 を参考とした、統合ソナーシステムに移行した。これは同様のシステム構成を採用した、秋月型においても踏襲されている。海上自衛隊の潜水艦は、渦潮型において、類的型線形。 一軸推進方式の採用によって運動性能を大きく向上させ、またソナーも Z99-1 として統合化したことで策的能力も向上した。しかし目標運動の解析や魚雷の命中計算を行う式装置は一つの目標しか扱えなかったことから体幹用としての魚雷の性能不足も相まって攻撃能力には課題を残した。このことから 渦潮型6番艦から採用された巨大発射式装置のディスプレイ機能を発展させて、有史お方ではイマナス -1 潜水艦式艦製装置が搭載された。これは、アンクマイナス2 0電子計算機を採用しており、複数目標への対処を実現した。測定機器や公開契機からのデータを受信して、目標の運動解析を行い、戦術情報の提供、 攻撃兵器の発射と後方の支援、優先誘導魚雷の完成などの機能を備えている。また7番艦以降では、電子計算機を、アン、クマイナ二2 2機に増備したザイイクマナス -2 となり、大戦団を相手にしても、十分に対応できる、同時目標運動解析数となった。続く春、潮型では、ザイイクマナス -2B を搭載した後、親潮型では、 魚雷6本の同時誘導が可能なザークマイナス3が搭載された。そして、送流型では分散システム化が図られており、情報を集中処理する情報処理装置は消滅して、核、サブシステムを光ファイバーによるンで連接して分散コンピューティングが行われている。核、サブシステムの情報処理部は共通のデータベースに接続されて、 情報の共有を図っており、共通サービスを用いることで、システムの柔軟性は大幅に向上した。マンマシンインターフェースとして、発令所には、戦術状況表示装置が設置されており、センサ情報だけでなく、海図等の公開情報や C に T を介して得られる、ノンリアルタイムの管外情報等のすべての情報を、表示して、艦長の意思決定を支援する。コンソールとして、 水冷式の潜水艦情報表示装置6機が設置されており、どのコンソールでも必要なセンサないしぶきの表示、制御プログラムを起動すれば、直ちのその機能を使用できるようになっている。海上自衛隊の総会艦艇は、やえ、山形よりシステム化に着手した。当初は、アメリカ海軍の深々度相当装置の一環として、案。 SSN-2 精密統合工法システムの導入が検討されていたが、開発の遅延と予算との絡みもあって、国産の相当用戦闘式システムを導入することになった。日立造船では、日立製作所と共同で、海爆研究室の指導のもと、イギリス海軍のハント型総海底の情報処理装置を参考にして、日本版の中央管制システムの研究を開始し、 1984年には、官民による新総会システムスタディ委員会が発足して、総会館に求められるシステムの検討が開始された。その成果を踏まえたシステムは、01MSO において、色支援装置として装備された。また、1980年代後半からは、開幕装備体系下の指導の下 MCDS 勉強会が発足し、 次世代の総海底での情報処理装置についての検討が重ねられた。この時、イギリス海軍のノティス情報処理装置が素上に載せられたが、同期はブリテン諸島周辺海域の大気来線環境に対応したものであり、日本では必ずしも合致しないと判断されたことから、勉強会の成果は保留され、情報収集という形で中断されていた。 しかし1991年の自衛隊、ペルシャ湾派遣を受けて、状況は一変した。この時点の海時の待機雷戦能力では、マンタキライへの対処能力が不足しており、また、同世代の欧米諸国軍と比して、艇の安全性や、処分作業の自動化、省力化にも大きな立ち遅れがあると判断された、ことから、MCDS の新型化も、勝利の急となった。 1992年より、海幕において、平成6年度計画で建造する総海底における、大気雷戦システムの研究が着手された。研究にあたっては、当時の欧米諸国総海底の中では最新であった、イギリス海軍のサンダウン旧機雷総統底が、モデルとして採択され、1995年3月には2番艇、インバネスへの上艦研修を含むイギリスでの、 現地調査が行われた。この成果を踏まえて、菅島型では、イギリス海軍のサンダウン級機雷総統定のシステムが導入されたことから、情報処理装置も、同級と同じく AGEC 丸子2社のノティス M が搭載された。これは、サンダウン級用に開発されたもので、イヤプックス -286 マイクロプロセッサと、 4から16メガバイトのラムを備えた3台のコンソールからなっており、レーダーや機雷探知機などと連接されて、公開情報管理、また、待機雷戦計画、評価支援機能を備えていた。これと、並行して、平成6年度からは、ノティス M にハムを取って、一部を除き国産化した、IC、1区 -201、総改定情報処理装置の開発が開始された。 これは平島型より装備化されており、S-10 操作用、コンソール、機雷探知機用、コンソール、CIC 指揮官用、コンソール、環境コンソール、および司令部 CIC コンソールにより構成されている。S-10 等の武器管制機能のほか、公開情報管理、また、待機内戦計画、評価支援機能を備えている。海上自衛隊の業務系システムは、 海事増収整備補給システムとして統合されている。これらはいずれも防衛情報通信基盤を通信システムとして利用する。従来、海上自衛隊の広報支援体制は、補給本部、感染補給所、航空補給所の3つの受給統制機関を中心として運営されており、業務系システムとしては、下記の3系列のシステムが独立して運用されていた。 海上自衛隊では2007年よりこれら3システムの総合的な性能向上計画として海爆補給3システムの業務システム最適化計画を策定したが2008年にはこれをさらに拡大したシステムの統合計画として海時増収整備補給システムの業務システム最適化計画が策定されたこの計画に基づき3システムは 高度に連接され、合理化されている。ありがとうございます。